急いで城に上がりましょう。どうしてこんなことに。オートには被害がなくてよかったですね。本当に。でも実際にどこまで被害が及んだのかは状況を確認してみないと分かりません。今は王城に向かいましょう。都会は便利だけど人が多すぎる。市場に呼んだぞ。サンキュー。邪魔するぜ。商品が入ったんだ。どれも。サンキュー。ありがとう。旅の方よね。その人形を買っていくなんてちょっと意外だったわ。それでついでと言ってはなんだけど、これをバルダーの父に渡してもらえない？きっと戻ると思ったから私からもお願いしちゃったわ。よろしくね。バルダーにきっと戻ると思ったから私からもお願いしちゃったわ。
2階の会議室に向かいましょう。城塞都市バルダーは完全に帝国の手に落ちた。この責任いかに取るつもりか。予想だにしない帝国の軍備に初手から劣勢でございました。我らは難なく追撃軍を蹴散らしてみせたぞ。帝国軍の装備は何もかもが想定の上を行っておりました。手を出したのはバルダー防衛軍からだというではないか。こう焦ったものをいさめられなかったのではないか。剣跡は後回しにしましょう。今は帝国軍の軍備を確認するべきです。我が軍がぶつかった帝国軍艦の大砲の性能は明らかにこれまでのものとはレベルが違いました。帝国軍は異形のモンスターを操っています。それに金属のつぶてを打ち出す武器を持った兵が大勢いました。聞けば大したことはなさそうですがな。カナス大将、姫のお言葉を疑われるか。言葉が過ぎますぞ。問題の武器から打ち出されたつぶてです。騎士の鎧を打ち抜き即死させたそうです。帝国の軍備が信じがたい進化を遂げたことは確かです。現場の分析が不足している現状で再びぶつかれば大敗は免れません。敵にやられたのと同じように今度は我らがバルダーを攻め落とせばよい。不意を打たれさえしなければ負けるものか。それでは不要な犠牲が増すばかりです。とにかく今は国王陛下の回復を待ちましょう。それまでは各自戦の傷を癒すことに専念してください。皆さん、ご無事で何よりでした。今後のことでお話があります。ここではなんですから、理術管理にお越しください。ミダス様も心配しておられましたよ。技術管理に向かいましょう。技術管理員は王城から出て東側だったか。うん、メルティア様のお話って何だろう。面倒な会議に巻き込んで悪かったな。ミダス様が心配してくださっていたとは正直意外でした。ミダスさんは冷たい方ではありませんから。素直でもないですけれど。素直じゃないのもちょっと度が過ぎてると思いますけどね。
無事だったか。その女がお前とエレナの連れか。ああ、クロエだ。クロエ、俺たちの仲間のミダスだ。あの、よろしくお願いします。アベラルド殿とエレナさんを心配するくらいなら最初から協力してくださればいいんですよ。くどい。俺はアベラルドの腕を治すためだけにここにいる。でしたら面白い話ができるやもしれません。なんだと。バルダーの戦いでは完全に帝国に上手をいかれました。ならば次は我々がその上をいかねばなりません。メルティア院長、もしや。ええ、レティシア様が旅立たれた原因であるあれを本格的に運用するべき時が来ました。皆さん、どうぞこちらへ。何これ、ソリ？ソリにしてはごついな。船か？いえ、この気候は。メルティア院長、これはもしや飛行隊ではありませんか？さすがですね。おっしゃる通り、これは理術師を乗せて空を飛ぶ道具です。ミダス様が考案された理論をもとに私が試作しました。戦場に革命が起きますね。やはりミダスさんの才能は規格外です。理論だけだ。14年前の古臭い夢さ。それが完成まであと一歩と言ったらどうします？勝手にお前が完成させればいいだろうが。何度も言わせるな。俺はアベラルド殿の腕のためにここにいる。承知していますよ。では封が完成の最後の一歩のためにニルベス大陸に渡る必要があると言ったらいかがです？なんだと。ミダス様はかつて古代不要理術を用いて風雅を飛翔させようとしましたが、それだけでは十分な飛行距離を実現できませんでした。先頃飛行距離と時間を大幅に伸ばすことのできる触媒が発見されたのです。その名もレビタス石。場所はニルベス大陸、トラッセン族の古代リモン遺跡です。俺を担いでるなら容赦しねえぞ。技術研究に関わることで私が冗談を言ったことがありますか？いいだろう、言ってやる。ミダス様、またアベラルドさんの腕のためだとか言うんでしょ？レティシア様、あんまり期待しない方がいいですよ。いつ立つんだ？あれ？それでは今すぐ古都の港町に向かってください。手はずは整えてあります。港で待ち合わせましょう。よし、それじゃ行こうか。待ってください、レイ。私は王都に残ります。え？これ以上クロエを動かせません。昨日まで投獄されていて、その後あの撤退戦です。その上古都から船でニルベス大陸に渡るとなると、万が一海上で帝国の海軍艦と遭遇した場合、非戦闘員の危険性は陸上の火ではありません。エレナさんのおっしゃる通りですね。私が残れば王都の状況をデバイスを通じて連絡することができます。それにクロエには今デバイスがありません。これから先最低限この国の言葉や文化を覚える時間が必要です。クロエならば短期間でも学習は可能なはずです。確かにな。わかった、頼む。素材を取りに行くのにエレナさんがいないのはちょっと心細いけど。いえ、こちらからもお願いします。叔父上たちも決起に流行って何をするか分かりません。こちらのことが分かれば安心できます。滞在する間は技術管理員をご自由にお使いください。不自由のないように取り計らいます。感謝いたします、メルティア院長。
他にも帝国の軍備で気になることがあるので撤退戦の情報を共有できればありがたいのですが。もちろんです。琴の港で待ち合わせましょう。私もすぐ行きます。さて問題です。私は一体誰でしょうか。シンキングタイム。3、2、1、0。はい、時間切れで、こんな可愛い声の持ち主、天才美少女豪商投手のウェルチちゃんしかいないわよね。ちょっと簡単すぎたかしら。あ、まあいいわ。また必要なものができたからダッシュでリベルの私の家まで来てちょうだい。いい？ダッシュでよ。それじゃ待ってるからね。勢いで話がついちゃったけど、どうしてレイがそんな危険なところに行く必要があるの？エルナさんも止めないの？クロエ、だってただでさえ関係ない戦争に巻き込まれてるのに、これ以上レイが危険な目に遭う必要なんかないじゃない。クロエ、最初はビジネスだったんだ。今は単純に仲間を助けたい。それじゃダメか？なるほど、分かった。行ってらっしゃい。お、そうか。なし崩しってのが一番ダメ。でもちゃんと話してくれればそれでいい。お仕事頑張って。皆さんに迷惑かけないように。私も頑張るから。ああ、分かった。行ってくる。レイ、くれぐれも無理をしないようにお願いしますよ。琴の港で待ち合わせましょう。私もすぐ行きます。広く普及するようなことがあれば交易や観光にも。そうだね、いつか空を飛んで世界中を見て回りたいものだ。これがレティシアの実家ってことだよな。実家、まあそういうことになるのでしょうか。こうしてみると結構出入りは自由なのか。全くの自由ではありませんが、この国の行政、軍事、経済、全ての中心ですから出入りする方は多いですね。そうだよな。考えてみると俺、きちんと機能してる城ってもんに出入りするのは初めてだ。機能？俺の星にも歴史的な価値のある城ってのがあるんだ。
でも今は観光地になったり入れなくなったりしてる。だからこうやって生きてる城ってのを見るのはなんか感動する。この城はいつからあるんだ？細かい改修は幾度も行われていますが、200年前には今の原型があったそうです。すげえな、200年か。城内には常時300人近い人が暮らしています。城や町を維持する方はもちろん、騎士や官僚の方なども。すげえな、300人か。レイ？いいな、城。ロマンの塊だよな、城。そんなにですか。まさかミダス様に協力していただけるなんて。私少しドキドキしています。リモン遺跡か。本でしか見たことなかったからワクワクしちゃうな。経緯はどうあれ、希望が一つ見えた。姫も気を持ち直してくださると良いのだが。もうバルダーには行けないだろうな。コトに行くには西門だったな。北西側に行こう。私ばかりが襲われると。あの虫どもは一体何だ。私がうまそうに見えたのか。おお、ちょうどいい。腕の立ちそうな面構えじゃないか。いまいましい虫どもを退治してくれ。報酬は出す。せっかくバルダーで珍しい料理を食べたというのに気分も台無しだ。さっさと片付けてくれ。頼んだぞ。ラッキー。
久しぶりですなったのは。あら、ちょっと、あの流星が病気をばらまいてる。デビタス石か。フーガを完成させるための最後の1ピースをメルティアに見つけられるとはな。なんて恐ろしい不吉の象徴なんじゃ。あのフーガを完成させるため、私とアベラルドはミラス様を探していたんです。邪魔するぜ。何のんびりしているの。さっさと働いてきな。戦争が始まるのですね。軍が鉱石を大量購入していきました。あれで武器が作られるのですね。私の友人を見かけたらすぐ帰ってくるよう伝えてくれない？行員に紛れてディベル鉱山に入って特別な商材を探すんだとか言ってるの。廃坑になってる鉱山もあるし、さすがに危ないんじゃないかしら。邪魔するぜ。遅かったじゃない。ダッシュで来てって言ったでしょ。もう、まあいいよ。今回手に入れてきてもらいたいのはこれよ。それじゃ確かに頼んだわよ。フルスピードでよろしくね。掘り出し物が手に入ったわね。やっぱり日頃の行いがいいと素敵なことがあるのよね。そうだ、ついでにドレスも新しくしちゃおうかしら。っていつの間に。あんたってなんでそういつもいつもこっそり現れるのよ。とにかくちゃんと手に入れてきてくれたわね。ありがとう、助かるわ。お礼にリンヤード家に伝わる秘伝執筆を教えてあげるわね。また無駄遣いしてガラクタを増やしたんだな。だからこれは無駄遣いじゃないって言ってるでしょ。掘り出し物を探しているのもちゃんとした理由があるんだから。ほらこれ、前にあんたに拾ってもらったこの指輪、実はもともと2つで1組の指輪だったのよ。でもリンヤード家の財産が差し押さえられた時、もう片方の指輪も持っていかれちゃったの。まあ正直代々受け継がれてきた骨董品ってだけで、指輪の価値自体はほとんどないんだけどね。でもね、この指輪こそ我がリンヤード家の証。つまり両方の指輪をこの手に取り戻した時、我がリンヤード家の再興はなされるはずなのよ。だから掘り出し物を探したり、ちょっとだけお買い物したりしちゃうのも、全てはこの指輪を探し出すための情報収集なのよ。わかるでしょ。とにかく話はこれでおしまい。また何か必要なものができたら連絡するから、いつでも通信機に出られるようにしておいてよね。配送の仕事より楽だったな。通信機の調子が悪いのよね。いつもは天才美少女豪商投手チョップですぐ動くんだけど、今日は天才美少女豪商投手デコピンをしてもなかなか動いてくれなかったのよね。まあ無事あんたにつながったんなら問題ないわ。
また必要なものができたから、パパッとリベルの私の家まで来てちょうだい。いい？パパッとよ。それじゃ待ってるからね。邪魔するぜ。遅かったじゃない、パパッと来てって言ったでしょ。もう、まあいいわ。今回手に入れてきてもらいたいのはこれよ。それじゃ確かに頼んだわよ。シュババッとよろしくね。シディアス中の古道具屋もオークションも調べ尽くしたのに、ひょっとしてガラクタと間違われて廃棄されてるんじゃ。あっ、いつの間に。あんたってなんでそう私が独り言を言ってる時にばかり現れるのよ。プライバシーの侵害よ。いや、依頼されてるから来てるんだが、日を改めた方がいいか。言ってないじゃない。ほらほら、早く持ってきたものをちょうだい。うん、今回もバッチリね。ありがとう。お礼にビンヤード家に伝わる秘伝を教えてあげようと思ったんだけど、実はビンヤード家に受け継がれてきた秘伝はこの前教えた執筆で終わりなのだから、今回あんたに教えられるものは何も。なんて嘘。今日はこの私が新たに編み出した合成を教えてあげるわ。受け継がれた伝統だけにとどまらず、常に新しい風を吹き入れることこそが当主の務め。さすがは天才美少女豪商当主のウェルチちゃんね。こうやってビンヤード家再興のためのお金も稼げてるし、新しいアイテムクリエーションも編み出した。他のことはうまくいってるのに、どうして指輪だけは見つからないのかしら。もうオーシディアス中は調べ尽くしたわ。もしあるとしたらヴァイル帝国の方かも。でも今の情勢じゃ探しに行くことなんてできないし、せめて国交が回復さえしてくれたら。うん、こんなことでへこたれちゃいられないわ。あの指輪はお家最高の証、絶対に見つけ出してみせるんだから。あんたも随分と暇そうじゃなくて、旅慣れているようだし、どこかで噂を聞くようなことがあったら教えてよね。とりあえずしばらくは必要なものはなさそうだけど、また何かあったら呼ぶから、いつでも私のところに来られるようにしておいてよね。配送の仕事より楽だったな。何？え？別にいいけど。ウェルチのやつ、散々俺にお使いを押し付けたくせに指輪探しだけは依頼してこなかったな。自分の力で見つけ出したいってことなのかもな。なら向こうから泣きついてくるまでしばらく見守るか。俺たちには俺たちのやるべきことがあるし、下手に隙見せてまたいいようにお使いさせられても困るしな。
メルティア様が待っているはず。町の東側にある軍港に向かいましょう。なんか妙なことになったな。ニルベス大陸に向かうにはコト海峡を越えなければなりませんから、テオ将軍にも協力していただきました。そっか、バルダーがああなる前から帝国海軍がうろついてたんですもんね。それだけじゃありません。どうやらコトを威圧していた帝国海軍はニルベス大陸侵攻部隊の石膏だったようなのです。なんだと？なんですか、いきなり。ああ、いや、すぐにでも立とう。バルダーの戦いの直後で帝国軍もまだそこまで落ち着いていないと期待しよう。ああ、頼むぜ。今のニルベスがどんな状況なのか全くわからない。しっかり準備してから声をかけてくれ。レビタス石を採掘するためにニルベス大陸へ渡りましょう。出航準備はできたか？よし、出航だ。オーシリアスとニルベスは国交がないって話だったよな。だとしたら俺たちも不法上陸ってことにならないか？なりますね。なりますねじゃないですよ。私たちまで侵略者だと思われたらどうするんですか？そうならないためにミダス様に来ていただいたんですよ。余計なことを言うな。ミダスおじさん？さあ、まずはトラッセン族の居住地を目指しましょう。話はそれからです。なあ、レティのこと頼んだぞ。どうした、改まって。なあ、そのお前たちがニルベス大陸から出たいと考えても不測の事態で俺がここにいられなくなるかもしれないからな。帝国海軍とかに見つかったりとか。任せておけ。俺はこの星に来てから不測の事態にしか出会ってないからな。頼りにするぜ、ホット。急げよ、帝国は待ってくれねえぞ。トラッセン族の集落はここから南西方向だ。行くぞ。おお、道を知ってる人がいると頼もしいね。メルティア様、トラッセン族ってどんな人たちなんですか？威力に優れた種族です。我々とは肉体の作りが異なり、有性生殖だけでなく、リモン骨格と呼ばれる核を分離することでも種を保存できるのだそうです。ニルベスでは最も有力な種族の一つです。へえ。ミダスおじさんはその人たちと何か交流があったんですか？ニルベスに来ることが決まってからなんかずっと変だよね。トラッセン族の方に会えばきっと理由もわかりますよ。あれ、
ドさんもなんか緊張してる？いえ、私は。いや、そうですね。緊張しています。ん？みんなどうしちゃったの？ラッキラッキー。ラッキー。
てみな。戦闘準備。メルティアさん、お気をつけて。私から離れないでください。なんだ、ずいぶん気合い入ってる。まあね、私が邪学や研究だけじゃなくて実践的な経験もあるってこと見てもらわないと。ミーナさんの能力が高いことは疑いようもありません。むしろ張り切りすぎて無茶をしないでください。ガキに甘い顔見せるな、つけ上がるぞ。ちょっともう、ミダス王子さん。ラッキを発見。ラッキー。対象を発見。ラッキー。ラッキトラス専属の集落は西の方角だが、ここから突っ切っていくことはできんようだな。仕方ありません。一旦北上して回り込みましょうか。よし。
消化、構成反応、活動停止。撃れ、どう、警告、エネルギー残量不足。見たか、よい。対象を発見。自動停止。対象を発見。
毒性検知。遅れを取るなよ。出力。よし。チャージ。警告。エネルギー残量不足。よい。よい。出力低下。これって無敵な感じ。エネルギー残量不足。耐えてみな。どう耐えてみな。まだまだいけますよね。毒素を除去する。これって無敵な感じしません。ここで頑張らなきゃ。チャンス。来いよ。耐えてみな。それ。出力。毒性検知。よい。警告。エネルギー残量不足。生存率低下。出力で動くことで引き締まりますね。
バッティングマックス。これでよし。狙いがない相手にはブラインドサイド深め。よい。警告。エネルギー視界がない相手にはブラインドサイド不可能。生存率低下。決める。引き締まりますね。行くぞ。フルカバー。出力で毒性検知。まだまだ。ラッキー。
でしょ。まだまだ。ラッキー。少数の火器反応を検出。警戒態勢を。この音、帝国軍の銃の音だな。近くで誰かが。おい！生命維持に危険な行動を検知。単独で該当反応に接触することは推奨できない。便利なオーブですね。ぜひ研究したい。言ってる場合か！みんな、行くぞ！マルキア！その声は…あなたか！敵の報道がいい。今は戦闘に集中しましょう。警戒者、エネルギー残量不足、光線反応、火炎発動停止。敵が感じしません。よし、僕が無理だったんだ。死ぬわけにはいかん。マルキア、無事か。ミダス、お主本当にミダスか。ああそうだ、マルキア、無事でよかった。突然飛び込んできたから帝国軍の新手かと肝を冷やしたぞ。あ、すまん。よい、よいのだミダス。嬉しいぞ、よく来てくれた。ああ、なんだ、ずいぶんと年を重ねたな。お前はまるで変わらないな、あの頃のままだ。世辞でも嬉しいが、私も私なりに年を重ねた。ところで、お主の連れが事情を知りたそうな顔でこちらを見ておるぞ。何やら邪推されておるようだが。ほっとけ、相手にするとつけ上がる。そうも行くまい、お主の連れだ。何やら事情がありそうだし、それに懐かしい顔ぶれもおる。まこと人の子はわずか見ないうちに大きくなるものだな。久しいな、レティシア王女。私のことを覚えていていただけるなんて光栄です、マルキア様。立派に美しく育った。そして少年、よくぞ立派に育ちニルベスに参った。歓迎するぞ。少年？マルキア様のおかげで今日まで無事生きております。それは良かったと言いたいところだが、調子は良くなさそうだ。お見通しでしたか。14年前に分かたれた我が骨格が近づく気配は察しておった。よもやミダスが共におるとは思わなんだが。骨格？あ、もしかして14年前に失われたアベラルドさんの腕の素材って。歓迎するぞ、ミダスとレティシア王女、そして勇敢な少年の仲間たちよ。我が名はマルキア・トラッセン。このニルベスの地に根付くトラッセン族の族長である。ついてまいれ、我らの集落へ案内する。積もる話もそこでしよう。族長と知り合いだなんて最初から言っておけよ。お会いできるとは思っていなかったんです。まして歓迎していただけるなんて。どうしてですか？すごく優しそうな人だし、ミダス王子さんとも親しいっていうか、特別な関係っていうか、うん、だからこそ、もしかしたらオーシリアスの王族のことをよく思っていらっしゃらないと思って。例の三賢者と王室の確執に関わってるのか？
ミダスもレテシア王女も14年前のことを仲間に話しておらんのか。ああ、いや、私は物事の席が誰にあるかを冷静に見極めているつもりでいる。到着した。ここだ。ここが我々の集落だ。そして帝国軍に対抗するための基地でもある。帝国軍は何のためにニルベスに侵攻しているのですか？そういったことも我が家にて話そう。後ほど来るがよい。集落の者たちにも皆を歓迎するように言っておく。遅いなあ。遺跡に入ってみたいって言うから特別に案内してあげようと思ったのに。なあ君、どっかでのたれ死んでるやつがいたらここまで連れてきてくれないかい？まったく、行商人を入れてやるなんてめったにないことなのに。あ、もしかしてよその大陸からすか？珍しいの揃ってるんで見てってくださいっす。この辺は危険っすからね。準備はしっかりしていった方がいいっすよ。サンキュー。マルキアの部屋は奥にあるらしいな。集落を見学させてもらいながら向かうか。脇の扉から回廊に出られるみたいだな。正直どうだっていいんだ。
変な兵器を使いやがって。遺跡で生活してるんだな。不思議な雰囲気だ。そろそろマルキアのところに行くか。南の部屋だったか。休んでいくかい。この部屋を貸すよ。さてと、ニルベスへ参った用向きを聞こうか。バイル帝国に対抗するため、こちらの遺跡の地下に眠るレビタス石を採掘するお許しをいただきたいのです。かの石の触媒としての力が重要なのです。触媒、ああ、なるほど。フーガを使うか。フーガをご存知なのですか。当然だろ。あれはミダスが渡…マルキア、なんだよ、いきなり大声出して。フーガはな、ミダスが14年前マーキスとフィルベルト、そして私と共に考えたものなのだ。父さんとマーキス先生が。マルキア様がフーガの開発に関わっておられたとは初耳です。まあそうだろうな。ミダス、お前はそれでよいのか。そうでなければお前とは会えなかった。そっか。古代リモン遺跡はニルベス大陸の聖地。ここを他国のものに掘り返させるなら一つ条件を課そう。何なりと。これから私と共にこのリモン遺跡と集落に攻め寄せる帝国軍を駆逐してもらおう。そちらも帝国軍がいては安心して採掘も運び出しもできまい。大丈夫かな。バルダーじゃ全然太刀打ちできなかったのに。ニルベス王都が軍を差し向けないのは攻め寄せている帝国軍が貨幣だからだ。集落の者の知らせでは敵の総勢は軍艦一隻だそうだ。それならなんとかなるか。それくらい追い返せないようでは王国に帰るのも不安ですしね。
頼もしい限りだ。では早速行動に移すぞ。準備ができたら声をかけろ。私も共に行く。準備は怠りなくな。私は集落に残って採掘と運び出しの準備をします。どうかお気をつけて。満たすおじさんとマルキアさん、絶対昔何かあったよね。貨幣とはいえ、侵略してくる帝国軍を追い払う戦いか。成し遂げなければ。フーガの開発にマルキア様が関わっておられたなんて。帝国軍とやり合うんだ。準備は入念にしておかないとな。遅いなあ、遺跡なあ君。まったく。よし、準備が済んだらマルキアに伝えないとな。マルキアの部屋に戻るか。あ、もしかしてよその大陸からすか。この辺は危険っすからね。サンキュの準備はできたのか。では行くぞ。敵は多くないとはいえ、油断するなよ。敵の位置は分かってるのか。ああ、
奴らの進行ルートを巡回し、かっこ撃破する。単純な作戦だ。それに物見の報告で、今回の進行には敵司令官が同行するらしいことが分かった。そいつをぶっ倒せば敵を瓦解させられるかもしれないってことだな。そういうことだ、少年。多くは言わぬ。だが無理をするな。承知いたしました。では行くぞ。帝国の愚か者どもに目に物を見せてくれよ。まず外へ出るぞ。今日もトレーニング。休んでいくかい？遺跡から化け物が出てくるなんてことはないから、ゆっくりお休みなさい。ぐっすり眠れただろう。またいつでもおいで。また来るぜ。この辺は危険。サンキュまずはあちらだ。向かうぞ。
ここは私が出よう。任された。逃げられると思ったか。もらっていこう。前方に防御反応を検知。消化を推奨する。
バッティングレディ。性反応複数、火器反応あり、周辺の警戒を。便利なオーブだが、ちとやかましいな。すまない、こいつ人の言うこと聞かないんだ。いましたね、帝国兵です、うん、どうしたんですか、レイ。あいつらの雰囲気。いや、なんでもない。目的は殺戮ではない、決してためらう。行くぞ。油断するな。こっちだ。必要でもない。俺が行くか。よし、ここからは私が行くぞ。構成反応発動停止。休まず次に向かうぞ。ああ、ラッキー。いました、次はあそこです。合計反応複数、火器反応あり、周辺の警戒を。構成反応発動中。いや、見たか。怪我はないか。ここは片付きましたね。次に向かいましょう。頼りがいのある王女に成長したようだ。次に向かうぞ。あの銃というものにもだいぶ慣れてきました。いいんだか悪いんだか。しかしお主ら、想像以上の使い手だ。私だけでも、トラッセンの戦士たちでもなかなかこうはいかん。これは敵艦に奇襲をかけて帝国まで追い返すことも考えてよいかもしれん。マルキア様、すぐに集落にお戻りください。敵中です。なんだと。帝国軍の大部隊です。指揮官とおぼしき者が暴れ回り、手がつけられません。あの強さは異常です。すぐに戻るぞ、走れ。
動停止。いけるぞ。これって無敵な感じしません？相手の刃など届かん。部屋はないか。これは…なんということ。これはこれは、お早いお月で、トラッセンの族長殿。貴様レイ、あれはエレナさんが落ちてきた時、ライタールで私たちを襲った男です。ああ、本当だ。角に青白い肌。帝国の将校だったのか。ああ、ライタールで流星やヘルが配下病のことを探っていた人たちですね。あの時は自己紹介もせずに失礼しました。ガストン・ゴーシュラと申します。しかし驚きました。やはりそれはデュマですね。え？お前何者だ。デュマを知ってるってことはこの星の人間じゃないな。お互い様でしょ。というかなぜそんなに睨むのです。デュマを連れているなら我々の仲間ではないのですか。このような非道を行う者の仲間などと想像したくもありません。ごたくはそこまでだ。ヴァイル帝国の将よ、我がトラッセンの民の家一筋たりとも貴様らの手には渡さん。仕方がありませんね。この前ほど優しくはありませんよ。望むところです。想定にない構成反応を検知。周辺を警戒せよ。下がって無敵な感じしません。構成反応を検知。よし、正面を検知。邪魔だ。耐えてみな。表面温度上昇。まだまだ動かせるんですか。耳が痛い話だな。でもお仲間の方はよろしいんですか。我が客を殺せるか。また見たことない。信じられませんよ。あなたたち本当に人間ですか。そっくりお返しします。お前はこの男どもはとことん俺の邪魔をしたいようだな。お互い様じゃないんですか。そのとおり。エアポイント。まだまだ行きますよね。エネルギー残量を防ぐ仲間じゃ。前にも世話になったようだな。こちらこそですよ。バッティングレディ。メッサンソこれで手加減を先を進むぞ。休ませてもらいますよ。デュマがいると余計にやりづらいですね。余裕だな。逃げられるとでも思っているのか。もちろん思っていますよ。また会いましょう、デュマ。
その時はより有意義な対話をしましょうね。間違いないな。エレナを修理した時の大男もコトリス山の女もあいつの仲間で先進惑星の人間だ。中でもあのガストンは自分のどこの文明を使うのに躊躇がないようだな。何にせよこれほどの攻勢を退けたのだ。しばらく攻め込んでは来るまい。レイモンド、レティシア王女、助かったぞ。少年も強くなったのだな。恐れ入ります。ですが少々疲れました。まずは体を休めよう。皆も私の家に来てくれ。ああそうだな。デュマを知っていた。何者なんだレイ。ああ何でもない。マルキアの部屋へ急ごう。さてと、早速だが、レビタス石の採掘をする前に、一つやってほしいことがある。なんだよ、帝国軍はちゃんと追い返しただろ。大事なことなのだ。レビタス石の採掘には人手がいる。だが集落の者が多く傷つき、お主らも満身創痍だ。特に、少年。はあ。あれから14年、辛いはずだ。それなのに本体の私と近づけば、骨格がきしんで仕方ないはずだ。いえ、それは。痩せ我慢をするな。もうその必要もない。え？ミダスとメルティアと相談した。新たな骨格を移植し、お主の腕を新しくする。その腕で再び務めに励むがよい。アベラルド！それは本当ですか？一族を救った勇者にはふさわしい礼だ。少年の腕を治せねばいつまでたっても王家にいいように使われるとミダスがうるさいのだ。ふん、よかったじゃねえか。これで騎士続けられるんだろ。ああ信じられん。新たな骨格の移植は一晩もあれば済む。今宵は休み、明日からレビタス石採掘のために遺跡に潜ろう。私も助手を任せてもらえたけど、革新的な手術、緊張する。もともと
マルキアの骨格が手に入るかどうかだけの話だったんだ。マルキアの協力があれば決して失敗はない。心配するな。またこの手術を目にする日が来るとは、感慨深いものがあります。まだ騎士を続けられる。私はまだ戦えるのだな。まさに寿命が伸びたってやつだな。その通りだ。姫にもご心配をおかけした分、働きで報いねば。そのレティシアがいないが、どうしたんだ？いろいろと思われるところがあるのだろう。もし姫が何かを話そうとされていたら、貴様にはそれを聞いて差し上げてほしい。どうしたんだよ。ここんとこお前なんかおかしいぞ。姫は貴様を信頼している。信頼していてもなお話せなかったことがある。だがきっと今なら話せるはずだ。了解。お前の頼みを断ったら後が面倒だ。任された。そろそろ始めようか。承知しました。さて、レティシアを探すか。以前は腕を丸ごと移植する必要があったが、今回は骨格さえ移植すれば済む。そう心配そうな顔をするな。ミダスを信じろ。レティシアはどこだ？外まで行ってみるか。今日もトレよう。レイ。アベラルドの腕、治るといいな。きっとうまくいきます。レイ。うん。少し、思い出話をさせてください。アベラルドが左腕を失ったのは14年前です。当時の私は9つ年上のテオ兄とアベラルドを引っ張り回して困らせていました。あの日、私たちはいつものように誰も使っていなかった王城の離宮を秘密基地にして遊んでいました。その時、不幸な事故が起こりました。老朽化した離宮の壁が、遊んでいた私めがけて崩れてきました。私は無事でした。その代わり、その代わり、その時アベラルドの命を救ってくださったのがマルキア様とミダス様でした。ですが、このことが三賢者が王国とたもとを分かつ原因になりました。
多種族からの腕の移植を、おぞましい悪魔の所業と糾弾した者がいたのです。ミダス様はもちろん、マーキス様、フィルベルト様、マルキア様、全員が悪魔の所業に関わったとして軍事法廷に出廷させられました。追及の急先鋒に立っていたのが叔父上でした。決定的だったのは、その主張にお父様が屈服したことでした。亡くなられた帝国公妃と隕石関係にあった叔父上の力を無視できなかったのです。ミダス様は反逆罪こそ免れましたが、王都を追放されました。当時美術管理院に留学していたマルキア様もニルベスへ帰り、国交を断絶。マーキス様とフィルベルト様もミダス様を追って矢に下ったのです。ミダスがグレンのも無理ないな。そんな経緯でよくミダスに協力を仰ごうと思ったな。メルティア院長にフーガの話を伺って、これがあれば王国を守れると思って、アベラルドに無理を言ってテオニーにいろいろな手配をお願いして、そしてレイ、あなたに会えた。俺は何もしてないぜ。あなたに会ってきっとこの先もなんとかなる。今はそう思えるんです。明日がこんなに楽しみなの初めてです。長話になってしまいましたね。そろそろ戻りましょうか。話を聞いてくれてありがとうございます。マルキア様のところへ戻りましょうか。アベラルドはどうなったんだ？手術室を覗いてみるか。悪いな。鍛えればその分強くなる。まだかかるようなので先に休んでいてほしいとのことでした。休まれますか？まだかかるような。よかった。姫、うまくいったみたいだな。ああ、姫、ご覧ください。から仕事行けるのか？問題ない。テオも待たせている。急ごう。よし、行くか。おはようございます、マルキア様。ああ、昨日の帝国の部隊は浜から離れたそうだ。今のうちに遺跡に潜るとしよう。深いのか？古代リモン遺跡は美術史の聖地だ。相応に深い。迷えば命取りになるぞ。こいつらは迷わん。不思議な道具で恐ろしく精密な地図を作る。ミダスが言うのなら心配は無用か。では行こうか。マルキアさんも来てくれるんですか？我らの聖地だ。族長の私が行かねば示しがつかん。遺跡には集落の中から入ることができる。話は通しておく。
入り口で落ち合おう。遺跡の入り口はマルキアの部屋から続いてるって話だったな。準備ができたら向かおう。